外部のウォニョンがボブヘアにイメチェンしてネットユーザーを驚かせました。これをずっと続けてほしいですね。外部のチャンウォニョンがボブヘアデビューをしてネットユーザーを驚かせる。デビューして以来ウォニョンはその豊かな髪の毛で知られています。2023年、ネットユーザーはウォニョンのショートヘアを見たくて彼女の写真を加工し、それがバズりました。今回その加工が現実のものとなりました。ウォニョンは最近ブランドハパクリスティンとのコラボレーションを披露しており、彼女の現実離れした完璧なビジュアルがロサンゼルスの巨大なビルボードに飾られるなど特別な存在感を放っています。ブランドから発表された最新の写真ではボブヘアになったウォニョンを見ることができます。ネットユーザーは驚きを隠せませんでした。もちろんウォニョンの最近のアップデートを見ているネットユーザーはそれがウィッグであることを知っています。しかし短いヘアスタイルと前髪のおかげで彼女がさらにどれほどよく見えるのかということに感動しました。ウォニョンのスタイリングはクラシックで洗練されており、ビジュアルが一層輝き、まるで1920年代の映画スターのように見えました。写真に添えられた動画も優雅さを漂わせ、そのヘアスタイルがウォニョンのために作られたかのように思えるほどでした。写真と動画が投稿された時、ネットユーザーはウォニョンがボブヘアでどれだけ美しさを増すのか、その衝撃を忘れることはできませんでした。ウィッグであったにもかかわらず、ウォニョンはどんなヘアスタイルも自分のものにしてしまう。そんな風に写真と動画を見たファンは確信しました。ファンからのこのようなポジティブな反応を受けて、将来ウォニョンが本当にボブヘアにするかどうか楽しみですね。続いてです。 TWICE のメンバーであるサナが最新の舞台裏映像で見せた驚愕の体型に注目が集まっています。デビュー以来、サナは美しい体型と可愛らしい顔を持つことで多くの注目を集めてきました。彼女は TWICE のビジュアルラインの一部とみなされており、メンバー全体の中でも特に印象的で魅力的な体型で目立っています。現在ファンたちをうっとりさせる舞台裏映像が広まっています。2024年3月13日、 JYP エンターテインメントは TWICE がザトゥデイショーに出演した際の舞台裏を収めた映像をグループの YouTube チャンネルで公開しました。そこでサナのたった2秒の動画がオンラインで拡散されバズっています。その動画ではサナが体にフィットした淡い色のミニドレスでセクシーで魅力的な体型を披露しています。彼女は柔らかく女性らしいカールヘアと控えめなオレンジピーチのメイクでコーディネートを引き立てていました。サナはまさに息を呑むような美しさでした。普通のカメラレンズを通してでもサナの魅惑的な美しさと完璧で輝く肌は魅力的で、ファンが目をそらすのが難しいほどです。多くの人々がその動画で彼女がどれほど美しいか改めて驚かされました。人々は彼女の見事な体型を絶賛し、目を離すことができないと言いました。ワンスたちは羨ましい体型を維持するサナを称賛するコメントを残しました。サナの体型は魅力的で彼女を褒めないのは不可能です。完璧な満点の体型がなくても普通の服でも素晴らしく見えます。本当に息を呑むほど美しい、信じられないほど美しい、なんて美しい女の子。彼女の体型を見ていると魅了されます。サナに惹かれるのは本当に避けられません。彼女のビジュアルであろうと素晴らしい体型であろうと、このようなコメントが相次いで見られます。あなたはどう思いますか？続いてです。ブラックピンクのジェニは今後バラエティ番組マイネームイズガブリエルへの出演を最終的に辞退することを決定しました。イリーガルスポーツの独占報道によると、ジェニはキムテホ PD の新しいバラエティ番組マイネームイズガブリエルへ出演しないとのことです。彼女には番組への出演がオファーされましたが、結局はそのオファーを断るという形になりました。当分の間ジェニはマイネームイズガブリエルを含むバラエティ番組への出演を予定していません。マイネームイズガブリエルは無限の挑戦やあなたはどう生きるかなどで知られるキムテホ PD が制作した新しいバラエティ番組です。この番組では出演者たちが海外へ行き、その地で人々がどのように生活しているかを体験します。現在の出演者はパクボゴム、ジチャンウク、パクミョンス、ホンジンギョン、ヨムヘランです。現在ジェニは TVN のバラエティ番組アパートメント404に出演しています。続いてです。ネットユーザーはウィンターがカバーした
フェアウェル・アンダー・ザ・サンと第2世代 K-POP アイコンとを比較し、どちらがその曲をうまく表現したかについて議論しています。こちらが彼らが話している内容です。エスパのウィンターがフェアウェル・アンダー・ザ・サンのカバーを披露し、かつてのアイドルミス A の筋と比較されました。ウィンターは第4世代で最も愛されるボーカリストの一人であり、その多彩さ、独特の音色、広い音域、そして歌唱に関するあらゆるパフォーマンスでの卓越した能力に敬意を表されています。ウィンターの信じられないほどの才能が K-POP 業界に知れ渡り、彼女は自身の歌唱力を披露するためにいくつかのカバーを歌っています。2023年7月18日に彼女はドラマの歌手としてリームジンサービスに出演し、 I'm Unhappy、 ロンドン、コンフェッティのカバーを披露しました。最新曲フェアウェル・アンダー・ザ・サンではウィンターはリームジンとのデュエットで安定感、素晴らしいテクニック、魅力的な演出を見せました。後にこのパフォーマンスは曲のオリジナルアーティストであるペスジと比較されることになります。3月18日ネットユーザーはウィンターとスジが同じ曲を歌う様子を比較すると、スジがどれほど才能豊かかを理解させられるというタイトルのオンラインコミュニティに集まりました。記事にはウィンターとスジのフェアウェル・アンダー・ザ・サンのカバーパフォーマンスを比較したファンビデオが含まれています。彼女の歌声はとても綺麗で、歌い方も素晴らしいですと投稿者がシェアしました。スジのバージョンを聴いていると悲しくなりますとも述べました。コメントではその曲が JYP の曲であるためにスジの方が曲に合っているという意見がありましたが、一部の人々は歌唱スキルではウィンターの方が優れていると主張しました。一方他の人々は中立的で、それぞれのアイドルにとって最適な曲があると述べました。スジは伝説的だった、それは JYP の曲だからですか、スジは JYP らしい歌い方で歌うから彼女の方がうまくいくかもしれませんが、両方とも良い歌詞です。この曲は確かにスジには合っています。おそらく彼女たちはそれぞれ自分に最適な曲を持っているでしょう。ただ技術的にはウィンターの方が優れているように感じます。私はウィンターがスジよりもうまく歌ったと感じます。スジを貶めようとしているのですか。しかし一部のネットユーザーはウィンターが歌唱技術では優れている一方で、スジは感情を表現する際に優位に立っていると指摘しました。私の意見ではウィンターの方が上手に歌っていて、スジは最初の低いセリフで息が切れていました。しかしスジのバージョンの方が感情が豊かで彼女にぴったりでした。正直なところ多くの SM 歌手が感情の深みに苦しんでいるようです。特別な歌手がいないとは言いませんが、そしてそれこそが私が多くの曲に共感できない理由です。スジについて重要なのは彼女が優れた通訳者であるということです。どんなバラードでも彼女は歌うことができます。だから彼女のリリース曲は非常に優れており、彼女の感情を感じることができます。彼らの議論についてどう思いますか。彼らの主張に同意しますか。